天台山国清指寺。遠くに、随等を望む天台宗は、中国を発祥とする、大乗仏教の宗派の一つである、諸教の王とされる、明法蓮華経を根本経典とするため、天台北家宗とも呼ばれる。名称は、実質的階層の地議が、天台山に住んでいたということに由来する。天台教学は日当した最長によって、 平安時代初期に日本に伝えられ、多くの日本仏教の宗旨がここから展開した。今日では、中国、日本、朝鮮、ベトナムに神道を持つ。地議大衆天台宗は、中国の天台智者大師地議を実質的な階層とする、大乗仏教の宗派である。地議は、隋の第二代皇帝、煬大の帰を受け、葛州天台山国清寺と、 慶州東洋玉泉寺を混流し、天台州を確立した。諸祖は北西の慶文。第二祖は南学絵師であり、絵師の弟子が知議である。慶文は龍樹による大地ドロンと中論によって一心三管のふっつりを虫読後したとされる。それが絵師を介して知議に継承された。知議は熊羅重役の北家行、マカハンニャッパラ密行、太一ドロン。 そして、ネハンギに基づいて、競技を組み立て、ホッケを最高位に置いた5時8分鏡という競争晩尺を、時、主観によって、フッツとなることを説いた学僧である。しかしながら、クマラジューの訳した、ホッケは、現存するサンスクリット本とかなり相違があり、特に、天台宗のおもんじる、方便品第二話、第2は、クマラジュー自身の競技で改変されているという説がある。 ラジューが、ホッケ行、マカハンニャッパラミツ行、タイチドロンを重要視していたことを考えると、天台教学設立の契機はラジューにあると言えなくもない。天台山に、宗派の石ができた後、ネハン州を吸収し天台州が確立した。主に、地義のホッケ原理、ホッケ文句、マカシカンの3体部を、天台州の要定としている。これらの地ギの著作を記録し編集したのが、 第四訴訟やす感情である、感情の弟子に、サトシーがあり、その弟子に、エイが出て、その後に、左系、ゲニアキラが出る。感情以後の天台宗の修正は振るわなかったため、ゲニアキラが、第五祖に犠せられている、ゲニアキラの弟子に、天台宗の中高の祖とされる、第六祖、KK 丹念が現れ、三大部をはじめとした、多数の天台転石に関する、 論章を表したその門下に同随と教満が出て、彼らが最長に天台教学を伝えた、地議の著作である、天台少子官、魔化士官、次第全門などの著作は、前の解説書としても利用されるが、もともとは、北ッ行の教理に基づく、悟りの訪問であり、特に魔化士官の第七師官とは生徒道の意味であり、前時、不定、縁論の三師官を解き、 後に現れたトンゴを重視した、ケゴン州の如来像の考えに基づく中国の語化、七層の禅宗とは別物である。地議の著作の座禅に関する解説がこの中で一番、古く中国や日本の禅宗に座禅の教科書として影響を与えた。このため、禅修では、魔化士官を重んじ、歴史的に書空人物であるダルマ大師が、実は、 天台大師ではなかったかという天台大師ダルマ大施説も唱えられている、正式名称は天、天台北ッ演習。北ッ演習、天台北ッ集衆、あるいは、単に北ッ集衆などとも称する。ただし、最後の呼び名は、日蓮教学の北ッ集衆と混乱を招く場合がある。ために用いないことが多い。はじめ。 立州と天台州見学の双眼神和城が来日して天台州関連の転籍が日本に入った。ついで、伝業大師最長が延暦23年から翌年にかけて、唐に渡って天台山に登り、天台教学を受けた。同年、日本に帰国した最長は天台教学を広め、翌年1月に天台北家州として認められたのが日本における。 天台宗の始まりである。最長は特に飲酒に厳しい態度をとっており、飲酒する者は私の弟子ではなく、普通弟子でもないから、直ちに追放するよう述べている。この時代、すでに日本には宝商宗や華厳宗などなんと六宗が伝えられていたが、これらは中国では天台宗より新しく成立した宗派であった。最長は日本へ帰国後、 比叡山延暦寺に戻り、後年、延人、延鎮等多くの僧侶を輩出した。最長は、すべての主張は成仏できるという北拳一条の立場を、時、奈良仏教と論争が起こる。特に法彰宗の徳一との三十一、本日常論は有名である。また、元神和嬢が将来した、愚足会を授ける、会段院を独占する奈良仏教に対して、 大乗会談を設立し、大乗会を受会した者を、天台宗の僧侶と認め、菩薩像として12年間比叡山に老山して、学問、修行を収めるという革新的な最長の構想は、既得権益となっていた奈良仏教と対立を深めた。当時大乗会は、俗人の会とされ、僧侶の戒立とは考えられておらず、何との学僧が反論したことは、当時朝廷は、 奈良仏教に飽きており、法相などの旧仏教の束縛を断ち切り、新しい平安の仏教としての信仰仏教を求めていたことが定流にあった。論争の末、最長の没後に大乗会談の直居が下り、明日ともに天台宗が独立した宗派として確立した、聖和天皇の上岸八年七月、縁林に自覚、最長に、 伝用の大志望が送られた。宗門は三体制。旧世紀に空海がもたらした密教は日本仏教の中心になる中、天台宗も密教を取り込もうと考えるようになる。そして、縁人と縁人の努力で密教理論が整えられていった。しかしその後、縁人と縁人双方の弟子が解釈をめぐって対立するようになる。993年には縁人派が縁人派の傍者を。 焼き払うという事件が起きた。そして、延賃派1000人余りの僧侶が、比叡山を降り、御城寺を拠点とするようになった。以降、延仁派は、山門派、延賃派は、寺門派と呼ばれるようになる。そのような中、平安時代中期には、第18世イザスの了言によって、書道の再建と整備、それに、驚学の信仰が図られ、さらに弟子の原神が表した。 王城要衆が、後の浄土教の発展につながった。平安時代末期から、鎌倉時代をはじめにかけては、法然や英才、親鸞、道元、日蓮といった各宗派の階祖たちが、比叡山で学んだことから、比叡山は、日本仏教の母山と呼ばれるようになった。16世紀、延暦寺は、織田信長の焼き討ちに遭い、修正に、陰りが見えたが、江戸時代に入ると天がが立て直し、 特に関英寺は、西の比叡山に対して、東映山と呼ばれ、影響力は全国に及んだという、新言宗の密教を東密と呼ぶのに対し、天台宗の密教は大密と呼ばれる。当初、中国の天台宗の祖と言われる地議が、北家行の教義によって、仏教全体を体系化した五時八分教の競争晩尺を唱えるも、その時代はまだ密教は伝来しておらず、 その共犯の中には含まれていなかった。従って中国天台宗は密教を導入も法案もしていなかった。しかし日本天台宗の宗祖、最長が唐に渡った時代になると、当時最新の仏教である中期密教が中国に伝えられていた。最長はまだ雑密しかなかった。当時の日本では密教が不備であることを憂い、密教を含めた仏教のすべてを体系化しようと、 考え、巡業から密教の感情を受け持ち帰った。しかし最長が帰国して一年後に空海が唐から帰国すると、自身が唐で巡業から学んだ密教は冒険のものだと気づき、空海に礼を尽くして弟子となり、密教を学ぼうとするも、次第に両者の仏教観の違いが現れ決別した。これにより、 日本の天台教学における完全な密教の編入は一旦ストップした。とはいえ、最長自身が、北ッ行を基盤とした戒律や前念仏、そして密教の融合による総合仏教としての競技確立を目指していたのは、紛れもない事実で、縁人、縁鎮などの弟子たちは、最長自身の意志を引き継ぎ密教を学び直して、最長の悲願である、 天台教学を中心にした総合仏教の確立に貢献した。したがって天台密教の系譜は縁人、縁鎮に始まるのではなく最長が源流である。また縁鎮は空海の十重心論を追いつつの欠点があると指摘し、天台と真言には優劣はないと反論もしている。真言密教と天台密教の違いは、倒密は、 大日如来を本尊とする協議を展開しているのに、大使、大秘書家はあくまで北ッ一条の立場を取り、北ッ行業の本尊を、工藤実情の釈迦如来としていることである。また、上記の事項から、同じ天台宗といっても、地議が確立した北ッ行業による中国の天台宗とは違い、最長が開いた日本の天台宗は、地議の説を受け継ぎ北ッ行業を中心としつつも、前夜会、 念仏、密教の要素も含み、従って、延暦寺は四修見学の道場とも呼ばれている。伊沢本彦は分かりやすい比喩として、密教の短歌大学であった、金剛法寺に対して、延暦寺は仏教総合大学であったと解説している。天台宗の修行は、法華行の関心に重きを置いた、士官を重んじる。また、 現在の日本の天台宗の修行は朝大目、有念仏という言葉に集約される。午前中は大目、つまり法華行の読書を中心とした行法を行い、午後は阿弥陀仏を本尊とする行法を行う。これは後に発展し、念仏という新たな仏教の展開の方がとなった。また、社名行として天台密教などの家事も行い、 総合仏教となることによって基盤を固めた。さらに後世にはすべての存在に仏性が宿るという天台本学思想を確立することになる。長く日本の仏教教育の中心であったため、平安末期から鎌倉時代にかけて、有数念仏宗浄土宗浄土新宗臨済宗曹洞宗日蓮宗などの新しい修士を唱える学僧を多く、輩出することとなる。 天台宗、編集総本山、編集門石寺院、編集大本山、編集別格元山、編集その他の寺院、編集天台寺門隆編集天台新税集編集天台集系新宗教、編集大学、編集天台集系中学校、高等学校、編集養成機関、編集議典によって、高麗時代の11世紀後半に伝えられた。 ありがとうございます。